い、皆さんこんにちは、マンデルギルビジです。では今回は三国志14曹操伝のプレイ続けていきましょう。もう今回でね、一気に袁紹軍を踏み潰していこうというふうに思っています。すでにですね、袁紹が出陣してきているので、これを南邳の北側で撃破して、北兵へと軍を進めていきたいというふうに思っています。で、あとですね、ちょっとせっかくなので袁紹の軍のね、武将たちをちょっと見ておきましょうか。能力順にね、武力で言えばやっぱり張飛強いよな。張雲なんかも今は袁紹に仕えてるんですね。この辺りの武将たちを一気に撃破していく必要があるのかな。そんな感じがしますね。で、せっかくなんで、じゃあ全体の、全勢力の武将のトップ3ぐらいは見ていきますか。まず統率は曹操。さすがだね。で、あとは、まあ、袁紹のね、陣営にはこの長江がいますからね。この長江がね、化け物じみた能力持ってますから、ここをなんとか、撃破していきたいと。いうふうに思います。あと、関羽もいますしね。関羽。で、続いて、武力で言うと、天衣、巨著、関連。まあ、張飛がね、4番目で入っているところと、5番目にも張羽がいますね。で、関羽もやっぱり上位にやっぱり入ってくる。さすがよ。で、知力で言うと、角化、周瑜。周瑜も強いな、やっぱり。全般の能力が高いですね。統率も97。さすがだな。ただ、芝居もこの辺りは負けてないからね。なんか、なまっちゃいましたけど。で、政治は、そうそうだよね。純育も高い。で、魅力はやっぱり劉備か。そうですね。というところなので、まずは、そのね、強力な武将を多数抱える、袁紹。ここを撃破、殲滅、奪い取って、一気に、三国志、制覇の道を突き進んでいきたいと思います。では時間を進めていきまーす。南邳の方に入っている軍勢をね、しっかりと、まずは北兵まで進めていく。まあ、間違いなくね、袁紹は撃破できると思いますからね。三国志の醍醐味である戦術戦法による逆転っていうのはね、信長の野望ではちょっとなかなかないぐらい大胆な逆転もあり得るんで、それで逆に言うとね、自分が逆転されることも、まあ、十分にあり得るとこういうことになりますから、まあ、しっかり油断せずに大軍をもってしても確実にね、勝利をつかんでいきたいと思います。まず、袁紹の足止めをして、袁紹の息の根を止めることができれば、まあ、なおよし、というところかな。まあ、もちろん、普通に戦っても袁紹軍はね、今率いてる軍勢もう1万もいないんじゃないかな。そういう状況なんで、一気に押し切っても十分に、袁紹を撃破できると思うんですが、袁紹の首を確実に跳ねておけば、袁紹軍総崩れですからね。吉報です。よし、袁紹の足を止めたな。当然だ。上々だ。上々です。最強。加工園から逃げられると。加工園と曹操の連携技ですね。よし、袁紹撃破。捕らえたか？捕らえられない。が、軍勢は問題ないので、このまま突き進んでいきます。兵糧が少し心配なので、兵糧の残りの量確認しておきましょうか。南邳の兵糧。ま、十分にあるかな。17,000。少し心配ではありますが、この後、兵糧57,000を南邳に運び込む手はずに整ってますからね。ここは、
このまま行きましょう。で、あとは徹底的に敵軍を成功です。駆逐していく。上々だ。はははは。炎章最後の拠点になるのがおそらくこの K。 ここには趙軍が入ってるな。北兵と K、 どっちが先にね落ちるかというのもありますけどね。よろしく頼む。さあ南比にはここで兵糧が入ったので残り8000の兵も使って報告いたします。次の作戦段階に入りましょうか。で順位いくと各課の軍勢の動きも確認しておきます。まずは各課の方ですが、これ行に5万の兵旅夫が入っていてこのまま待機してる状態だね。まあできればね早々に K に攻め込んでもらいたいところですけどね。で一方純育の方はまだ白水館で兵を集結中。ただ艦中にも6万入ってるからな。傭兵館にも1万2千、白水館に4万、合計11万以上の軍勢が集結してる状態だな。これだったらあっさり行ってくれそうだけどね。我々は炎章軍4万のこもる北兵に向かっています。炎章軍4万の北兵か。ここに一筋縄ではいかないよな。理解承知。長軍も出てきてるね。報告いたします。南比からさらに1万の軍勢出せるのであれば陣形として宝屋の陣が出せる。関根を出しましょう。足の速い関根で急戦で迫っていく。これなら追いつけるんじゃないかな。炎章のところにたどり着くまでに曹操に追いつける。戦だね。その通り。報告いたします。もう今はね同盟に頼る段階ではないので単独で敵を潰していきましょう。いや長領も渋いよな。こんな渋いおじさんにねなりたいですけどね。もう僕も37歳、完全なる、そして純然たるおっさんですからね。吉報だ、吉報だ。できれば北兵から炎章軍の主力4万をおびき出したいよね。聞いてください。まあ、まともに北兵をこの軍勢でね攻めてると、まあ、それなりに時間もそして兵力も失ってしまいますからね。たやすいことです。成功だ。これで北兵をあっさり落とせればいいんだけど。上場吉報です。聞いてください。さてと、こ
ここで炎章が再び出てきてるな。このまま炎章に攻防を脅かされるのは全くもって嬉しくないから観念をぶつけよう。おおよ、やるか。観念を出して正解でしたね。そうしないと兵隊を脅かされるというね、まさに炎章が早々に敗れた戦いに逆転を、逆のパターンをやられてしまうところだったので、観念を遅れて出陣させたのが、結果的にいい感じに働きそうかな。うまくいった、上々だ。ご確認ください。まず曹操の足を止めたいよな。上々です。残念ながら曹操の足を止めるようなそういう提案をしてくれるやつはいないのか。こんなものだ。うまくいった、やったぞ。花公園が壊滅は早いな。張飛が出てるな。死者が面会を望んでいます。敵は張飛が出てる。同盟は一旦金をもらい受けて、よしとしよう。何？拒否したか。まあいいけどね。早急の壊滅。ちょっと待ってくれ。これは思ったよりも張飛が強いな。曹操の戦というものを見せてやる。ここまでですね。少し疲れました。さてと、報告いたします。気になる戦い、炎章相手に観念が食い止めてくれてる間に混乱。ただこれできれば炎章に対して混乱してほしかったな。お持ちしました。炎章の足止め、曹操隊には武士兵の補充で、張飛が出てるのが厄介だな。まさか張飛が一騎打ちになるなんてことだけは絶対に避けたいから。上々です。まずいね、曹操が少し兵を減らしてますね。奥兵の士気半分まで削りました。ご確認ください。で、 A ターンを潰しに来ると、これは絶対にやられてはならない。曹操を一度下げましょう。で、兵隊を確保する。で、観念と炎章の戦いは五分、むしろやや押されてるな。やってくれるね。で、呂布はどこに行った。3000の兵だね。このまま押し切るには少し心もとない感じになってきてるので、提案の内容に書きよう。炎章の足止めでしょ。炎章の混乱、まあ難避のね宴会はいいでしょう。できれば裸の女子をはべらせたい。で、自部隊の鎮静、総人隊もここでなんとか芝居のね鎮静化が働いてくれることになりましょう。吉報です、吉報です。こんなものだ。
いや強いな、超飛が強い。たやすいことです。ちょっと見誤ったかな。ゴリ寄せるかどうかだな。あとは超飛がとにかく強いからね。報告いたします。超飛が強い。できればここで兵の補充が欲しかったけどね。趙雲6000もやってきてるからな。あとは呂布が到着してくれるのを待つ感じかな。まあ、ただ観念はこのままここで炎章を食い止めておいてもらわないとまずいことになるな。成功です。成功だ。成功です。吉報だ。うまくいった。ここで曹操が壊滅。曹仁に一騎打ち。バカめ。このそんなに顔料の方が武力が高い。これはやられたな。この顔料に勝てると曹仁が相手になってやるぞ。ここで勝ってくれ。よし、勝利はした。ここで敗れるとちょっと本当に北兵攻略が絶望視される、そういう状況でしたからね。さあここで書こうと思う解説。ここまでか。いやー完全に泥仕合だな。ちょっと舐めてましたね。やっぱ4万の軍勢っていうのは警戒しなきゃいけない数だったな。とりあえず一旦観念ももうすでに兵端は切れてるんで何匹まで撤退させましょう。で呂布隊たちが到着するのを待って反撃に転じます。あとは今北兵を攻めている部隊はなんとかね逃げ帰ってこいと。それか北兵に特攻して残りの北兵の指揮力を削るか。うまくいった。上々です。上々だ。もうあと5ミリぐらいなんだけどね。北兵に関してはこの5ミリが削れないな。趙雲が観念に一騎打ち。これは見ものだね。趙雲対観念。ただ観念の武力105円、趙雲もただ98か。いやこれは見応えあるな。定山の超真雲ここにあり。鈴の観念行くぜ。まずは互角が勝つ。さすがよ観念。吉報をお持ちしました。曹仁の壊滅残り2ミリ。どうにもならないな。まあ医者のイベントはいいでしょう。報告いたします。残り2ミリが削れない。ただここで兵3000の補充ができるっていうのは大きいぞ。これ成功すれば押し切れる可能性はまだある。頼む、成功してくれ。上々だ。やったぞ。そして趙飛も混乱してる。兵の補充もできた。これなら北兵が落とせる。
落としたか。落とせ。落としたね。残り1500。いやー、この北兵を取ったのは本当にでかいね。あとは全員捕虜にする。よくやった。長飛も撃破できるでしょう。まああえて出陣する必要はないかなと思いますが、これで北兵を取ったので残り K ここだけだな。いや、今の戦い本当に泥仕合でしたけど、取れたのは大きいですね。ただ兵を失ったので K の攻略に関しては各課に任せたいな一旦ね。今の戦い負けてたらね、だいぶ後戻りしなきゃいけない部分もあったと思います。達成いたしました。しっかり混乱と兵の補充が最高のタイミングで決まったおかげで、なんとかね、成功だ。北兵が取れました。上々だ。うまくいった。死者がお待ちです。あとは南皮の守りかな。今趙雲が5000の兵でやってきそうなので、これをね、撃破していくっていうところですかね。聞いてください。南皮の方は都市内政入ってるよね。ちゃんと防衛してもらわないと。北兵の方もちゃんとね、この後軍団に組み込んでいきましょう。で、呂不韋、お前はどこへ行く。呼んだか。なんか用か。聞いてください。ではこのまま K の攻略まで一気に進めていきましょうかね。張飛、これをしっかり撃破できれば北兵からも軍が出せる状態にはなると思います。達成いたしました。金は有り余ってるからな。昔の曹操とは違う。吉報です。うまくいった。こんなもんや。やってくれたのや。行きました。死者が面会を望んでいます。ここはどうせまた同盟だろ。よし、まあ、同盟望みましょう。南皮が危ないよな。持ちこたえられる量なんかどうなんすか。8000でしょ、兵が。兵8000だときついな。輸送させましょう、兵を。3万の兵。これを入れる。南皮に3万の兵を入れてしまう。行くとしよう。これでだいぶね、兵的な余裕ができると思うんで、それまでの辛抱かな。もうちょっとこの判断早めてよかったかもね。ダメだな。まあ、でもここに来て南皮が攻められるこの集大というのは、
北平攻めのマズさから来るものですよね。北平攻めがもっとスマートにいってればね、こんなことにはならなかった。吉報です。うまくいった。うまくいった。当然で成功だ。このままでは。よし、それでも一旦兵は引いていくね。ご確認ください。引いていくようであれば、まず北兵の方に武将を適当に呼び寄せます。適当です。ここはまあ誰でもいい、そういうレベル。まあ何も働きをしてないやつ、今何もやってないよっていう人ね、適当に入れましょう。行こう。まあ北兵ではね、兵1500の戦いでしたからね。上陽の規模が中になった。これで養える兵の数も増えますからね。報告いたします。ではまず最初に、軍団の編成を行います。各課に北兵の管理も任せる。兵源も任せる。いやもう各課体験を持ってるからね、完全なる体験で、曹操のもとに武将を呼び寄せていきます。いや、本当にやられたからな、さっきの戦いはね。巨長もこの際呼ぼう。護衛ですからね、本来。各家は置いておき、こんなところかな、呼ぶ武将はね。さあ、南皮に再び、曹操オールスターを集めましょう。守備は上々です。両夫が、K に到着。いいね。ご確認ください。強さは折り紙付きとはまさにこのことと、言うほどに強いからな。任せておけば間違いない。吉報をお持ちしました。ただちょっと兵の数が足りてないよね。いかに呂布とはいえ壊滅したら、もうちょっと大軍をね、引き入らせてあげたいというのは、これ官職を任命していってあげましょうかね。これでみんなね、引き入れる兵のその数が増えたと思うんで、15000とかになってるもんね。もう これでみんな大軍を指揮できるようになったはずだ。この先の戦いがよりスムーズにね、進んでいくためにはもうちょっと早めに今の対応してあげた方が良かったのかな。北兵がちょっと孤立しちゃってる感じだね、このままいくと。ご確認ください。なので、思い切って軍を出しましょう。再びここで一気に K を攻め落とす。では軍を出陣させていきます。何？孫権軍に官兵が引き抜かれるか。
かんねえ。いや、孫権との間柄もちょっと見直さなきゃいけないな。あとは聞いてください。ちょっと各武将の忠誠もね、注意していきましょう。よし、張飛をここで撃破しましたね。混乱から一気に張飛を撃破。残る K の兵1万2000なので、これ一気に押し潰しましょう。さあ、では K をね一気に撃破していきましょう。これで炎章が滅びると。残りは強敵は孫権というところかな。まあ、関連をね引き抜いていきましたから、これも完全に敵対の意思あり。全員登用する。一度ね、全員捕虜にしちゃった、ね、死者が面会を望んでいます。まあいいでしょう。はい、というところで、じゃあちょっとね一旦見てみましょう。勢力図はこんな感じですね。まあ曹操が全体の4分の1ぐらいはね制覇したかなというところですね。あとは孫権、ここを潰しておきたい。そんなところですかね。もう本当に佳境に一気に突入していってもおかしくないような、もう今やね勢力で言えば、この劉邦もしくは曹操そして孫権と、この3つの勢力に多分ねもう覇権争いは絞られたと思うので、しっかり最後の最後までね駆け抜けていきたいと思いますので、皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。